はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回は8ナイプリンセススカウト UR 神宮寺さやかを20連で仕留めたいと思います。8月のシンデレラ9。はい、ということで、ついにこのスカウトを引く時が来ました皆さん。はい、ということで、といってもまあ20連でございますけれども、まあね、20連ぐらいで出てくれたらラッキーやし、まあ、20連以降ね、多分ね、出てくれないんですよ、この、8ナイプリンセススカウト UR というのは。うん、まあ、結構そのデータ濃厚じゃないですか。20連以降なかなか出なくて、次出るとしたら、まあ、天井付近ぐらい、まあ、180年とか150年とかその辺ぐらいで、ポンと出てくれたりするで、一番最悪なのが、200年しても出ないという結果が多いので、まあ、20年ぐらいで、出てくれたらラッキーやなっていう、まあ、そこをね狙っていきたいと思います。はい、ということで、何せ475個ありますけれども、まあね、この後またすごいスカウト来るかもしれませんので、20連ということで、やっていこうと思います。はい、ということで、まあ正直、UR 投手は、マイコ持ってるのでそんなに優先度高くないですけれども、まあ風属性のピッチャーって考えた時に、私ね風属性のピッチャーほぼ持ってないので、まあここはねちょっと出したいなっていう気持ちはあります。はい、で、こんな感じで神宮寺と、塩見ということで、まあ塩見もね結構好きなんで、塩見もちょっと欲しいなと思っております。でもまあ本命はやっぱこの神宮寺かな。うん、ということで、もう UR はねしばらくゲットしてないので、次以来やろ、あのクリスマスの鈴若以来かな、あれ以来まだね UR ゲットできてないし、まあおはガチャでもね、UR ゲットできてないので、ちょっとここでポンと出てくれたらすごい嬉しいし、やる気出るよね。うん。はい、ということで早速やっていこうと思います。皆さんも引きましたかね。あの前の動画でもう引いたよっていう方結構いらっしゃいましたけれどもね、10連でねポーンと出た方もいれば、200連して出なかったよという人もいました。いやーね、ほんまにだから結構差がひどいというか激しいよね。だからまあ20連で行こうということでございます。はい、でこれでね20連で出しちゃうとなんか低評価とかねつきがちなんですけれども、まあそんなことは知ったこっちゃねえと。うん、僕だってねたまには引かせてほしいじゃないですか。ということで、まあその辺はね皆さん温かい目で見てくれると嬉しいでございます。はい、ということで、早速いきましょう。8月のシンデレラ9。いやー久々やなんかスカウト動画久々じゃない。結構スカウト動画自体が久々な気がしますね。あ、 UR 中野か、 UR 中野の20連で終わってんかな俺のスカウト動画。それ以降スカウト、まあおはガチャとかはしてたけども、ああちゃおちゃおちゃお、1週間前のあれやわ、あの結びやわ、結びを10連だけしてますね。それ以降してない。なのでまあ UR 狙うのは約1ヶ月ぶりということになっております。まあ1ヶ月以上かな。うん、ということで、いやー楽しみでございます。いきましょう。よし、ちょっと気合い入れます。よし、ふっ、いきます。はいはい、来い。さあ演出夜まで行こう。あー夕方スタート、いやー久しぶり。このひりつく感じ久々ですね。よし、行きましょう。 UR 神宮寺お願いします。来い、頼む、夜まで行こう、夜まで行って来い。あ、夕方、いやしかし今まで UR 夕方で引くことが多かった俺。さあ久々の開運なるか、頼む。結局ね、あの結びすらも爆死してるんよな。なのでちょっと久しぶりにここでねポーンと来てくれたら嬉しいよな、絶対に。おい、いやーまあ髪長いのが来るとちょっとびっくりするよね。いやー来てほしい。いやストーリーも良かったじゃないですか。まだね前編しか出てませんけれども。おお、こねポンってポンって出てくる、ポンって。
と雪だるま。全然似てないと思うよ、お兄ちゃん。似てないと思うわよ、お兄ちゃん。うわ、やめて。これは溜めてきたナインスターを使うとなると結構なね、緊張しますよね。あー、ダメか、これはダメか、10連目はダメなのか。うわ、花山か、くそ。しかも SR、 これ終わりっぽいな。おい、あー、やっぱり、あー、ダメか。はい、ということで10連目は、SR が1、2枚という、クソみたいな結果になりました。次ね、いきましょう。8月のシンデレラン9。はい、ということで、10連目は見事に爆死ということになりました。いや、でもここの20連目で引ければまあいいでしょうという感じでございます。はい、で、その前に1回おはがちゃしとこな。うん、これ大事。さあ、おはがちゃで UR を当てるという夢を叶えたいチョスでございます。いきます。 UR 神宮寺来い、頼む、お願い、来い。おお、はい、浅田パイセン、ダメですね、ダメだったいや、大丈夫だ、この10連で決めようじゃないか。私ね、ひふみも、牧野も、東堂も、ゲットしてまいりました。うん、となると、あとは神宮寺と。まあ、神宮寺も一応持ってるんですけれども、新年のやつかな、やつなので、ちょっとまあ、使おうとは思わないので、まあ、ここはね、UR 神宮寺を引いて、ちょっと正常チームみたいな感じでね、オーダー組みたいなと思っておりますので、ぜひここで当てていきたい。いきましょう。気合い入れます。よし。はい、いきます。ドン、ドン、来い、振ってこい。うわー、演出来ないか。いや、しかしここで変に夕方で止まるよりは、ここから夕方夜と言ってくれた方がありがたい。行きましょう。 UR 神宮寺、よろしくお願いします。来い、頼む。ちょっと待って。あ、うわー、マジか。演出なし、演出なし。でも来るときは来るからな。まあ、まだね、まだ希望を失ってはいけません、皆さんね。うわうわ、怖え。あ、持ってないやつ、これ持ってなかった、ありがとうございます。いや、いや、せめて塩見ぐらいでもいいんやで。おっと、これは怖いな。はい、いや、違うな、頼む。いやー、来ない、来ないの。まだ俺は UR をゲットできないというのか。いや、久々のスカウト、頼むよ。うおー、あ、ちょっとあかんわ、落ち着け、まだあるぞ。いきます、せーの、はい。うおー、ダメだ。ダメだというのか、俺は。いや、まだだ、頼む。うわ、クソかよ。終わり、終わった、終わったかな、終わりかな。あー、くそ、世紀の大爆死をしました。皆さん、あ、投手出すぎやろいやー、 SR1 枚と、いやー、 SR じゃあ3枚か、3枚という、なんとも言えん、ダメだこりゃ。はい、ということで、これは出る気しませんね。うんまあ、これが UR の壁ということで、もう天井が、天井前提ぐらいで引かなあかんのかな。いや、それはちょっとな、違う気がするしな。
はい、ということで、私本日も当てることができませんでしたね。美課金無課金の皆様、私と一緒にね、ちょっと残念がありましょう。はい、まあでも私はね、まだおはガチャというね、手段が残っております。なので、ちょっとね、めげずにおはガチャで頑張っていこうかなと思います。そしてですね、九州祭、おそらくまだ UR 来ると思います。私の予言では、予言というか予想ではね、うん、なので、まあそいつをまた20連ぐらいで挑戦してみようかなと思っておりますので、ここは潔く撤退しようかなと思います。はい、なので、ね、ここはおはガチャで狙っていこうと思いますので、まあせめて、シオミぐらいはねゲットしたいよね。うん、シオミ20連で来てくれんかったのちょっとショックやな。うん、ということで、まあ俺の予想的には、まあ UR の交差が来てもおかしくないんじゃないかなって思っております。なんかどうやらね、八生では、UR 投手九春祭中に一人だけみたいなね、ことをみたいなことを言ってたみたいなのをね、聞きましたけれども、まあそんなものはわからないと。うん、なので、まあ僕の予想ではですよ、わかんないですよ、僕の予想は外れますからね、まあ予想というか願望やなUR 高坂中継ぎ投手で、来てくれるんじゃないかななんてちょっとね思ったりもしております。はい、まあただね、これはどうなるか分かりませんので、まあうっすらとね、そうなることを願っておきます私は。はい、ということで今回は八内プリンセススカウトやってまいりましたね。チョスさん頑張れということは、高評価よろしくお願いします。僕も出なかったよ、私は出たよっていう方もね、もう高評価バンバン押しちゃってください。そして、チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスミナミスイさんのチョスでした。バイバーイ。くそー。